こんにちは。寺山修司劇場、寺山修司メルヘン全集、時には母のない子のようにより、さよならの瓶詰め。さよならという言葉はどんな形をしているかということを真面目に研究していた言語学者がついにその正体の発見に成功した。それはレントゲンで映し出すと、おぼろげながら輪郭がはっきりして生物のように伸びたり縮んだりするものだったのである。さよならはこんな形をしていた。これは痩せた鳥のようでもあり、地図には載っていない地中海の小さな島のようでもあった。音声学者の意見によると、さよならのラの音に感情のニュアンスが込められているので、下部の形が乱れたのであろうという。伸び縮みするのはさようならとうを入れて長く発音する人と、さよならと短く言う人があるためらしい。ともかくも、言語学者はこの研究に費やしてきた20年間の成果がついに実ったことで上機嫌であった。彼はそれを瓶詰めにした。次の土曜日の学会に提出して、敬称から見た言語の構造の具体的一例とかなんとか難しい報告をするつもりだったのである。ところが言語学者は20年間のさよならの研究の疲れがどっと出て、帰る途中の電車の中で居眠りをしてしまった。居眠りをしたまではよかったが、終電車の片隅にさよならの瓶詰めを忘れてきてしまったのである。これは悲しい事件である。読者はここでヘンリー・マンシーニあたりの曲を思い浮かべながら次へ読み進んでいただきたい。それを拾ってきたのは貧しい恋人たちである。二人は一週間前から同棲し始めたばかりで、マリは小さな劇場のストリッパー、ジョーはその劇場の照明係であった。これは一体何だろうとジョーは首をかしげた。なんだか知らないけどとマリはくたびれきった口調で言った。おかずにはなりそうもないわね。わかるもんか、食ってみればうまいかもしれん。でも瓶にラベルが貼ってないじゃないの。どうせメーカー品じゃないよ。それもそうね、こんな瓶詰めが売ってるのを見たこともない。それでも月に透かしてみると、瓶の中身は水漬けみたいにキラキラと濡れて見えた。重さ？そうだね、さよならだけの重さだと 280g、 瓶ごとの重さだと 350g だったのではないかと思う。こんなものいらないわとマリが言った。捨てようよ。マリは橋の上から川に向かってさよならの瓶詰めを捨ててやった。このまま瓶が見つからなかったら、この世の中からさよならが一つだけ消えてしまったことだろう。そうして多分広い世界のどこかで別れなくて済む一組の恋人同士ができたかもしれない。そうすれば言語学者の研究も少しは世の中に貢献したかもしれないのだが、さよならの瓶詰めを拾ったのは年取った女であった。川で投身自殺をしようとしてこの瓶を見つけたのである。女は初めは手紙が入っているのかと思った。そこで瓶からさよならを取り出したが、それは何も書いていないのだった。女はそれを何遍も川の水で洗って、それで顔を拭き手を拭い、そしてまた何事もなかったかのように瓶に詰めて川に流してやった。私の死体が発見されるのと、この瓶が発見されるのと、どっちが先だろうかなどと思いながら、さよならの瓶詰めを拾ったのは男の子である。鳥だと男の子は思った。
そこで瓶からさよならをつまみ出すと、何とかして飛ばそうと思った。だがさよならは飛べるわけがなかった。第一、この言葉には翼もないのである。空へ投げ上げられるとさよならはただただ浮かんでいるだけで、羽ばたくこともしなかった。それはまるで世界で一番低い雲のように悲しそうに見えた。男の子はがっかりしてつぶやいた。なんだつまんない、こいつは飛べない鳥じゃないか。さて、この続きは読者が自由に考えていただきたい。付け加えるならば、さよならをなくした言語学者は仕方なしに今の奥さんと一緒に暮らすことにしたということである。ああ。